朝日川町内会の久保です。東京都知事選もね、大盛り上がりのうちに終わったわけですけども、現職の小池都知事が、実績なきまま続投ということでね、なんとも奇妙な支持でございました。366万票という圧倒的な支持だったんで、皆さんね、小池都政が選ばれたということなんでしょうね。他の対立候補の方結構いらっしゃったんですけども、今回最多の22名が出てらっしゃって、変わった方がいっぱい出てきた、多様性が本当にね実現したなと思っているところでございます。さあ、我が町でもですね、8月9日に福山市長選があります。どんな個性的なね、立候補者が出てくるのか非常に楽しみですけども、保守的な昔ながらの立候補者なのかもしれませんね。でもそういう方もいろんな方がいますけども、その地区の方がね、この人が一番いいんだ、この人だったらついていくんだって方が民意が反映されて選ばれるわけですから、選ばれた以上ね、もう不正選挙だとかね、インチキだとかいうことなく、その方の制度についてチェックをしながらね、従っていこうかと思います。で、やっぱりね、この指導者じゃ気に入らないなと思えば、自分がその任につくとか、もしくは自分の考えに近い人を応援するとかっていう方法がありますので、その意味でも選挙ってもんでね、この人だったら自分の町を託せるという方、自分の人生をね託せるという方、選んでいきたいなと思っております。以上です。